いざ！させていただきます。出陣の杯、騎手出陣にあたり、命果てるとも、この旗を守りきることを誓います。一同乾杯。八大竜王、経験文、作、斎藤ひとり。神風と、学文、みっちゃん先生隊代表、吉武次生。おー、
龍神隊激分我々無敵の龍神隊は親方様の命のもと血刀を下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます。日本一以上おー決まったー学問千葉大代表谷本常子おー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 千葉大激分我々無敵の千葉大代表はやぶさと学文まゆみと代表山口ゆうすけおおおおはやぶさ隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて、突き進み、死の一滴の枯れるまで、攻めて、攻めて、攻め抜いて、絶対になります。日本一、日本一学文花江大代表海原まさよおおバット大激文我々無敵だ突撃隊は敵陣深く切り込んで
以上。
りのゲーこの大役を果たし感動を胸でふるさとへ帰ろういつの日かまた会えることを願え。一度勝ち時計皆様ありがとうございました。最高のおたけびでした。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして11月15日魂の出陣式八大竜王激文大将八人衆の皆様、最高の式典ありがとうございました。それでは万歳いきます。せーの、万歳万歳。大感動大迫力の気合でした。ありがとうございました。ということでこの興奮冷めやらぬままお一人ずつご感想タイムへ行きたいと思います。はい、一言もしくは1分で構え、手短で構いませんので、はい、まずは、神風隊劇文を務めてくださいましたみっちゃん先生隊代表吉武知性長州殿、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、感謝しております。お願いします。ひとり先生、みちゃん先生、社長様方、マルカンスタッフの皆様、竜神隊のお仲間の皆様、本当に心より感謝しております。こんな素敵な舞台で劇文を読ませていただきまして、とっても嬉しいです。ありがとうございます。私事になりますが、昨年10月に主人が事故に遭いまして、私は主人が死ぬんじゃないかといつもドキドキで、不安と恐怖でいっぱいでした。1年前のドクターの診断からは、想像がつかないくらい主人は回復して元気になっております。こんなすごい奇跡が起こったのも、激文のおかげだと私は思っております。ひとりさんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ひとりさん、本当にありがとうございます。あともう少し、すいません、みっちゃん隊のですね、劇文合戦のつながってズームでつながっているお仲間さんが劇文やり始めてどんどん綺麗になって素敵になっていってる姿見てると、なんか未来は明るいなって思って、心底心の底からなんか嬉しくなってきて元気もらってます。こんなすごい劇文をもっと多くの方にお伝えできたらいいなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。感謝します。ありがとうございました。はい、続きまして、はい、続きまして竜神隊劇文を務めてくださいました、柴村隊代表田所真希上主殿、ありがとうございました。ありがとうございました。感謝しています。こんな貴重な機会を与えていただいて皆様に感謝しています。ありがとうございました。以上です。はい、はい、ありがとうございました。はい、続きまして、騎馬隊劇文を務めてくださいました、千葉隊代表、谷本恒子上主殿、
ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さんと一緒に劇文が読めて感動しております。ひとりさん、千葉社長、社長の皆様、スタッフの皆様方、マルカンに携わる皆様、今回はこのような大役を務めさせていただきまして、ありがとうございます。おかげさまで無事に終えることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。毎回の劇文道場で仲間の皆様やお客様たちと楽しく劇文を読んで、自分の殻を破って成長し、たくさんの奇跡が起きていることに本当に感動しています。本当にひとりさんありがとうございます。感謝してます。これからも仲間の皆様と楽しく劇文道場に参加していきたいと思っています。今回は本当にありがとうございました。感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、はやぶさ隊劇文を務めてくださいました、まゆみ隊代表、山口雄介城主殿、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤ひとりさん、いつも、サプリもそうですが、この劇文、それからいろんな考え方、すべて教えていただいたおかげで、もう生きてることそのものが感謝であるし、仕事ができているということ、自分の好きな仕事ができているということに感謝します。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして、抜刀隊劇文を務めてくださいました、花江隊代表、海老原雅代城主殿、ありがとうございました。ありがとうございました。ひとりさん、感謝してます。花江社長、オフィスの皆様、社長様方、いつも本当にありがとうございます。劇文が始まってから、毎日大きな声を出してるんですけれども、こんなにも全力で毎日おたけびしているというのは、初めてのことです。でもおかげさまで自分の中にあるダメの壁がどんどん崩れていってるので、ありがたいです。楽しい人助けの戦ですね。本気の自分助け、本気の人助けの劇文をこれからも楽しくやらせていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして。はい、金剛隊劇文を務めてくださいました、足川隊代表、伊田貞夫城主殿、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかったです。素晴らしい貴重な体験に心から感謝しています。ありがとうございました。すごいパワーも元気も運気もいっぱいいただいた気になりました。ひとりさんの劇文パワーでたくさんの人が楽しく幸せになれるよう、これからも楽しく頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして。はい、アラムシャ隊劇文を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表、佐久村公安隊長殿、ありがとうございました。ありがとうございます。斉藤ひとりお師匠様、みっちゃん先生、本当にこのような場を、与えていただいてありがとうございます。新小岩でひとりさんの前で、お話をしたり踊ったりしながら、前に出れなかった私も少しずつこのようなところに、出れるようになってきました。そしてみっちゃん先生が優しく無償内で僕を信じてくれたからここまで来れたと思ってます。心から感謝します。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。はい、続きまして、大魔神劇文を務めてくださいました、宇野隊代表、二期初江城主殿、ありがとうございました。ありがとうございました。感謝してます。ひとりさん、宇野社長、社長様方、スタッフの方、宇野隊の仲間の方たち、今日のあの8人衆の皆様、本当にこの貴重な機会を与えていただき、本当に嬉しくて幸せです。どんどん仲間と劇文やってると素敵な奇跡がいっぱい起きてるので、もっと皆さんと劇文をこれからも楽しんでいきたいと思います。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございました。改めまして、
神風隊演劇部を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表、吉武知性長州殿。龍神隊劇分、柴村隊代表、田所牧城主殿。騎馬隊劇分、千葉隊代表、谷本常子城主。ヘアブサ隊劇分、真由美隊代表、山口祐介城主。末刀隊劇分、花江隊代表、海老原正代城主。本郷隊劇分、足川隊代表、井田貞夫城主。荒武者隊劇分、みっちゃん先生隊代表、佐久村公安隊長。大魔神劇分、宇野隊代表、二木初江城主。皆様、本当に素晴らしいおたけび、気合、ありがとうございました。もう一度、大きな拍手をお願いします。そして、大成功、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳。万歳。よっしゃー、ありがとうございました。八人衆の皆様、ありがとうございました。応援してくださった皆様、支えてくださった皆様、すべての皆様に感謝してます。ありがとうございます。